北鬼江八幡宮は、富山県魚津市北鬼江の町内中央部に鎮座する神社。北鬼江八幡宮は2013年9月、1886年から3年の後期を経て、社殿を改築して、以降、太陽の限度を超えた社との報告を受け、約130年ぶりに大修復工事を行った。町内においては、北八宮修復再建委員会を組織し、 設計志向は、職芸学院が担った。総括監修指導、上野幸男教授、棟梁、佐藤博士教授式のもと、拝殿、平殿、太鼓橋、新余堂、山道の修復、長寿社、踊り場、玉垣の新築などにより、境内の風情が一新した。修復作業は、北鬼江八万宮宮寺、高倉正則氏のお導きのもと、 2013年3月17日狩り座祭を皮切りに6月15日上搭祭、9月28日には、御集台に乗せた御神体や地獄行列が町内を巡行し、本潜座祭かおごそかに取り行われた。こうした経緯の中、造営工事は順調に進み、10月の植栽工事観光をもって、竣工した。 2014年2月には再建事業竣工記念誌を発刊している。本殿は大正3年の築造と考えられ、総計焼の造営であるが、現在にあっても普及等の箇所は微細であり、大屋のガラス張り化をもって修復とした。本殿を囲む柿作は、朱色都市、一部工事を神社役員会と町内産役が担った。境内には樹齢450年を超え、 この度の春工記念をもって御神木となった大ケヤキ、本殿祭建時に植樹し、樹齢100年と考えられる大い町二2本、そして古来、山の神、天狗の住む木と呼ばれ、一本の木が途中に窓の形状を要する珍しい神木、本坂木が植えられている。八幡宮の祭礼は1月の原始祭に始まり、3月春季、霊祭、6月、女、バッタ祭り、 10月周期礼祭と続く。周期礼祭時には、御子が町内を巡回し、心臓なった境内踊り場では、獅子舞が奉納される。神社の維持管理は、町内三役と新しく六名からなる、北鬼江八万宮役員会が担い、周年整備保存に努めている。御子の管理運営は、町内の青年会が携わり、獅子舞は、獅子舞保存会が運営している。 北尾にはむしろ四季田にあり、尊者なり、本田分けの孫以降を祀る、遺書書に記述されている、区は、幸い窓菓氏とは、長子によれば、江戸時代に活躍した、区は長財門、高窓瀬上門の元素であり、さらに遡ること大和政権が全国を制圧する、時代、第十大主人天皇四、道将軍の一人、大美子命と共に、北陸道平定に参加した、吉田久美彦。 土行彦が子祖となるとされる。また本群魚津浦とは、魚津市元町に混流されていた諏訪社の遺書書によれば、元町近辺の海岸であり、この地域から寒村そして、魚津へと町が大きく発展していったことを、上司は伝えている。合詞に卵三の時代とは推測の意見を出ないが、その合詞の意味するところやオーケの樹齢。 そして北鬼江八万宮の新門から推測して、ウオズマツクラ城主、シーナ康たが、神杉勢に敗北を喫した1570年代から1580年代の天正年間としている。その時代に、ヤワタグーの社が、海岸沿い宮の下の地から、現在地に遷座したのだろう。なお、和美豪社勢ヤワタグーご遺書において、人能32代、水古天皇の時代に、 辻幸彦化石章となりこのところに、五神伝層権略と記すことから、北鬼への八幡神は、土によって宮津の地から分類されたものと推測できまいか。ありがとうございます。